今回は16日から開催中の知力ダメ付与戦祭りにおけるおすすめコンボを紹介。将軍の亡霊は指揮力で武力足す6知力足す3が 7.9 カウント続く亡霊。天才亡霊は指揮4で武力足す1知力足す4が26カウント。さらに知力依存が 1.2 もある。将軍の亡霊を含む一般的な亡霊の知力依存は 0.2、 その6倍の知力依存を持つ天才亡霊は知力流果たす将軍の亡霊と重ねた場合、約32カウントまで効果時間が伸びるから、時間差どころか守った後のカウンターまで可能。報復したければどうなるぞ。あとは頼んだぞ。いくよ。人は愚かな。凡人に渡す仕組みは読めまい。ま、なんとかなるでしょう。発動。一の方。流派発動。一の方。官兵が深入りして伏せ手を踏むと全軍撤退してのカウンターをもらえそうだから、砲が進む位置で待機。私を止めれば劉備軍が城を貫くぞ。嘘つき。俺の変装を見破るか。この国を守らねば。ブレイムロー突破。流派発動。身の肩。寝返ってみようか。使命を果たしてみせる。いくよ。アゲアゲでいっちゃうよ。徳川の誇りを見せつけよ。国家の財産、天才の策よ。進め。前期これで戦機を使わせながら全部隊残せたね。コンボした天才防衛は25カウント前後まで続くから敵城を目指すよ。身の肩。カウンター時に武力だけでなく知力も上がってるから向上速度が速いのも天才防衛のいいところ。
ください。我が主、ご視聴ありがとうございました。